あ、YouTuber しげのレンジです。乗り付け機械の、クロスのセットの仕方をまたレクチャーさせていただきます。で、この 50m 巻きのクロスですけど、こうやって茶色の紙で梱包されているのを一旦取って、それからクロスの乗り付け機械にセットします。で、先にこの上の方にカッターを入れて軽く切っていきます。で、今度はひっくり返す。で、この時にポイントは少しだけポンって紙を持ち上げます。ここでまた切ります。そしたら紙がこんな感じで、この接着されてるんで、接着されてる部分をこうやってカッターでさ、こちらの上に切って、刃を出して、こうやってノコギリみたいにさ、こうやって切ります。で、これではこれだけのこの紙が使えるんで、要はこの繋がってる部分を大きく使えるので、これをまた養生とかそういうので利用します。これゴミを投げたり、収容所で使ったり、そういうのにまた再利用します。あの、クロスを切ったゴミですね、それが床につかないようにこれで養生したりします。これは、あの、壁紙の糊をつけた時にその中に入れておいて現場で使います。で、取りました。そしたら今からまた糊をセットするんですけど、クロスの方セットする方法はこの、こうやってクロスが自分の方向に巻く、巻いてある感じ、これでセットします。反対にやると反対になるので、この自分の方向って覚えてもらえばいいです。この巻き方ですね、真ん中に置きます。で、できたらこんなちっちゃな椅子とか用意して、その後作業します。中腰でやると腰痛める人いるんで、できるだけこういった椅子とかを利用してやってみます。で、今度この材料を膝に乗せます。膝に、で、てこの原理で、そしたら全然きつくないんで、で、この芯棒を入れて、反対も入れて、で、このクロスを止めるものを、固定します。このぐるぐるっと巻くのが、そしたら大体最近のクロスは 50m 巻きはこのテープがついてるんで、このテープをカッターでちょこっとめくって剥がします。剥がす時もゆっくりゆっくりやれば、綺麗に剥がれるんで、早くビリッとやったらクロスも一緒に持っていかれる時があるんで、その辺気をつけて、それから今度はここにちょっと2本の棒があるんで、ちょっとそのようにやってみましょう。ここに2本の棒があるので、この下の方に、1、2、下の方からまた自分の方向に入れます。で、このスリッパー部分、この鼻ズレはあらかじめこのセットしてあります。この動かないように、このプロペラって言うんですけど、これが動かないようにセットしてあるんで、もう右にも左にも寄らないで、均等に切れるようにセットされてます。このスリッパーこう曲げて動かしながら、なのでこの腕の方にこう押し出して上からちょっと出たら、この引っ張って一旦使います。ここもう少し出そうかな、もう少しだけこう動かしながら出して、この先っちょくらい、これくらいですね、これくらい出たら、で、この辺を足ででも置いたまま一回空回り、そしたらクロスのこのズレがまっすぐになるんで、仮に動かしたら、そしたらこのパチパチパチっていうロックをかけます。両方2つあるんで、ロックをかけて、この今入れました。そしたらこれをここまで持ってきます。ほくりとか寸胴とか書いてあるんで、そこを出してこのギリギリまで持ってきます。そしたら大体今こういうところに 50m とか表示がされているんで、この部分を捨てます。まあ、5センチでも10センチでも、この部分はこういう、こういう
で、最初の出てきたやつが少しこう蛇行するんですよ。一番最初だけだいたい約50センチぐらいは、この幅ぐらいはさっき入れるときにちょっと歪んでしまってたりするもんだから、だからあの突き付け施工がそういう場合できないんで、で、あのその部分はこの突き付けでジョイント施工、つなぎ目を突き付けてやる施工をしない場所で使います。だからこれはこの材料に一応表示しておきます。ジグザグジグザグなってるよっていうことを書いておきます。でこれの場合は、まあ、一番短いやつでできたら50センチだけ歪んでるんで、だから、50センチの大きい材料、まあ、50センチでもいいんですけど、でもこの今取るやつがないんで129っていう台所の針の部分で蛇行してもいいやつが見つかったんで、ジグザグジグザグってこう表記しておきます。こうやって先にこれを使います。ノリ入れの話ですけど、ノリ入れてからちょっと実はやります。ちょっと間違えました。最初の 50m 今つけたんで、これで最初にこう 50m セットしておきます。そしたら残り何 m ってのが分かるんで、次の現場とかに あと何 m 残ってるなとか、そういう計算できずにね、これくらい出したら投げといて、ボール系を出す。ゴミ箱なんですけど、45分、それに糊をつけてる。だいたい3枚かよ、はいですね。これだったら4枚。1、2、3、4、4枚入れました。伸びたベタベタついてるんで、これを拭いときます。残りをスタートして、でこのさっきの紙を129ないと取って、これが蛇行してるものですね。ですけど、大きいものからどんどんつけていきます。こんな感じで、クロス 50m 巻きなんで、この使い終わったら、また新しいの入れて、使い終わったらまた新しいの入れてを繰り返します。で、25m 取るたびに、この糊をだいたい入れ直すって感じのスタイルでやってます。で、たまに糊をもっと薄くつけたら、50m この機械ではつけることが可能なんですけど、私の場合リフォームなので、あまり糊を少なくやると突き付け施工の時にちょっとやりづらかったりするので、ちょっと糊は多めにつけてるから、メモリで言うと2ぐらいですね。それでつけてるから、ちょっと 25m で補充しとくってことでやっています。で、普通常は新築だと 1.5mm とかのメモリがですね、糊の厚みがそれくらいでやってるかな、みんなは。ですけど、付け付け施工の場合、このリフォームの場合は、この紙の薄い付きがすごい多いんで、メモリは2で大体付けてます。で、天井の時は 2.5 とかで、付けて、天井張る時落ちてこないような、糊の厚みで、いつもやってます。クロスの糊付け機械のクロスの交換方法でした。ありがとうございました。もし何かこういう仕事が見てみたいとか、クロスとかの何か作業とか、こういうの知りたいのがあれば、どしどしコメントください。私が全部できるだけ全部やるようにしますんで、現場でぜひコメントいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。